はい、皆さんこんにちは。今日はお外は雨です。今日はですね、コメントでシェフレラアンガスティーホリアを紹介してくださいと来ていたので紹介しようと思います。アンガスティーホリアと言われて僕なんだそれと思ってね、画像で検索してみました。そうしたらね、めちゃめちゃタイミングがいい。こちら昨日レンタルから帰ってきましたシェフレラアンガスティーホリアちゃんです。皆さん見たことありますか？この大きさはですね、なかなかないと思います。普通の香港カポックに比べると葉っぱが細くて鋭いです。どちらかというとね、かなりスタイリッシュなシェフレラじゃないかなと思います。小鉢がですね流通していると思うんですけど、ご覧の通り大鉢で、これ2メートル近くあるんですけど、大きくなってくるとね、葉っぱ僕の指を伸ばしたぐらい、かなりね大きくなってきます。こちらは普通の香港カポックなんですけど、横に並べるとはっきりわかるように、全く違う植物と言ってもいいぐらいね、葉っぱの形と大きさが違います。そんなシェフレラアンガスティホリア、性質は香港カポックとさほど変わりません。寒さに強くて乾燥にも強い、かなり強健な植物です。なのでね、素人の方にもとても育てやすい観葉植物となっています。乾燥にかなり強いですけど、やはりいつも言っている通り、これだけね茂っていれば水は結構いります。水を切らすとね、丸い葉っぱの特徴的な性質で、油をねボトボト出したり、肌荷がついたり貝殻虫がついたりするので、水はね切らさないようにしてください。そして適度な葉水も必要となってきます。葉水をしっかりねかけてあげていると、特にね肌につきにくくなります。シェフレラ系は葉っぱが小さかったり、これだけ細くて密集してたりするので、一度虫がついたりするとね、駆除が厄介です。もうほとんどが切ってしまって再生するしかないことが多くなります。そうならないうちにね、葉水をしっかりやって、虫予防対策もねしっかりやってください。耐陰性はと言いますと、ないことはないんですけど、やはりあまり日陰に置きすぎると葉っぱがポロ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 落ちてしまうので、なるべくねめちゃくちゃ暗いところには置かない方がいいと思います。薄暗いところだったらまだいけますけど、これちょっとね暗いところに置いてたんですよ。やっぱり葉っぱがね、葉っぱというかこの茎が徒長してきて、ひょろひょろっとした状態になってきます。そうするとね、やっぱり免疫も弱くなってくるし、葉っぱが黄色くなったりポロポロ落ちたりすることがあります。日陰に置いた場合はですね、特に水をね少なめにしてあげてください。水あまりね日陰の場合は溜めない方がいいんじゃないかなと思います。このタイプはですね、根腐れして葉っぱがポロポロ落ちることがあります。はい、そんなシェフレラアンガスティホリア、やっぱりねがっつり日が当たるところに置いても結構です。そしてね、カーテン越しの日陰、いつも言われているようなところ、そういうところがねベストなんじゃないかなと思います。かなり存在感がある植物なので、これぐらい大きなねアンガスティホリア見つけられたら、少々高くても購入することをおすすめします。リビングのねシンボルツリーとしてもかなり存在感を示しておしゃれになってくれます。そしてですね、やはり管理が簡単ということで、簡単でおしゃれに見せることができるシェフレラアンガスティホリアです。普通の香港カポックには出すことができないスタイリッシュなおしゃれな雰囲気を出してくれる植物だと僕は思います。最近ではですね、リビング雑誌にもとてもたくさん使われているので、関東圏内ではねかなり人気なんじゃないかなと思います。ひょっとするとね、大きいやつはなかなか手に入らないこともあるかもしれません。これも
香港カポックと一緒で斑入りがあるみたいなので、斑入りはねとても価値があるみたいです。探してみられてはいかがでしょうか。じゃあね、せっかくなんで水やりやっていきたいと思います。一番いいのはですね、今見てわかる通り結構土が湿ってます。このね湿った状態でしっかり乾かしている状態がね一番いい状態じゃないかなと思います。土はやはりね乾燥に強いということで、水はけがねいい土を選んでいただくとより元気に育ってくれると思います。水はけがねいい土を選ぶと逆に乾燥しすぎたりすることもあるので、やはりこまめなお水あげが必要となってきます。はい、じゃあチワワ方式の水あげやっていきたいと思います。今回はね分かりやすいようにこの幅10センチ程度の受け皿を使ってあげたいと思います。想像してください。こういう鉢カバーを僕必ず使いますけど、この鉢カバーの中身だと思ってください。ここまで鉢カバーがね、あると想像してご覧になられてください。じゃあやっていきます。寝室棟のね、薄暗いところに置かれる場合、ジョボ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 、このぐらいしっかりお水を吸わせて、見てください、水が下から出てきましたね。時間にね余裕がある方は、暗い部屋に置かれた場合はこうやって水を吸わせて一回こうやって出てきたら、このお水は捨ててあげてもいいかもしれません。まあうっすらでしたらね溜めてても構いません。どうしても日陰だと葉っぱからのね水分の蒸発も少なくなるので水の吸い上げが遅くなります。そうしておくと日陰の場合根腐れをね発生することも多いので、日陰の場合はこうやってしっかりお水をかけた後は受け皿から水を抜いてあげるといいと思います。そしてこうやって土がね湿ってる状態を保ってあげます。乾いてきたらまたかけてあげるといいですよ。はい、こんな感じです。じゃあ日向、がっつり日が当たる場所に置いた場合、これはですね2週間ぐらいをめどに水を入れたいと思います。じゃあ続いてこのまま、じゃら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 、はい、このぐらいどん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 水が溜まってきますよ。やはりですね日ががっつり当たるところは、こういうシェフレラ乾燥にかなり強い植物でもまず水分をね植物自体が吸い上げます。そしてお日様のね暖かさで水が蒸発されるっていうことも考えられます。なのでね水を植物が吸っているのと普通に蒸発しているのがダブルで来るので、水は多めにあげていいです。そして想像以上にね日に照らされた場所に置いていると乾燥するので、乾燥してしまった後に1週間ね5日から1週間ほど放置されていると一気に油を出したりしてきます。そうなったらねかなり厄介なので、やはりみずみずしい状態を保ってあげたいので、水はねこのぐらい、もう止まったかな、はい、このぐらいです。このぐらいね日ががっつり当たる窓辺に置いた場合はこのぐらい水を溜めていいと思います。鉢カバーの場合はねこのぐらいかな、だいたい10センチぐらいですね。10センチぐらい水を溜めた状態でしっかり吸わせてあげてもいいんじゃないかなと思います。この状態を2週間ぐらいやってですね、もし葉っぱの状態が悪くなったら一度水を抜いてあげて乾燥気味にしてあげます。そしてもう一度今度はね半分ぐらいにしてやったらいいんじゃないかなと思います。そうやってその場所に合う水のあげ方を
調整確認していきます。これは地域地域でですね、湿度とか温度もねかなり変わってくるので、皆さんの地域や管理されている場所で確認されてください。僕熊本だったらですね、シェフレラ2週間に1回ほどメンテナンスに行くところはこのぐらい水をあげていきます。もうちょっとあげるかもしれませんね。でも皆さんはねこのぐらいでいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。シェフレラアンガスティホリアのね管理の仕方、水あげやりましたけど、やはりね植物お水が大好きなので、お水はしっかりあげてください。時間と余裕がある方はですね、水ためずにやっていいですけど、チワワ方式皆さんもうまんべんなく分かっている通り、最近見た方はですね動画遡って見られてください。水ねしっかりためて、根腐れを気にせず水管理してあげましょう。植物はみずみずしく保つね、これぐらい青々してる植物を置いてると、あなたのお部屋かなりおしゃれになってくると思います。はい、じゃあ今回はシェフレラアンガスティホリア、僕なりのですけど上手な育て方と管理の仕方でした。じゃあ今回はここまで、バイバイ。